いかがお過ごしですか。宇和島市市政広報番組ナビゲーターの小川るいです。今回は宇和島市の職員採用について、総務課人事係中島美和さんにお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ですが、宇和島市の職員採用について教えてください。はい、宇和島市では年度ごとに採用する職種人数は異なりますが、市で定めた計画などをもとに職員を採用しています。令和3年度に募集した職種は次の通りです。事務職だけでなく、技師や保健師、保育士など専門職も合わせて、定年退職者数や人員が不足している職種を考慮して募集しました。結果的に採用がかなわなかった職種もありますが、おおむね計画通りの採用ができています。採用試験の内容はどのようなものなのでしょうか。はい、採用試験は第1次試験、第2次試験、試験区分によっては第3次試験と段階的に実施されます。第1次試験では筆記試験、面接試験、適性検査の3つが行われ、合格基準を超えた上位の受験者が第2次試験、第3次試験の面接試験に進むといった流れです。最終試験の結果によって合否が決定されます。試験区分によって第2次試験まで実施するもの、第3次試験まで実施するものがあります。職員として採用されるには複数の試験を突破する必要があるんですね。宇和島市の採用試験の特徴があれば教えてください。はい、採用試験の特徴の一つ目は、面接試験を第1次試験から行っていることです。宇和島市では筆記試験の成績だけでなく、第1次試験から人柄や意欲を含めて評価し、人物重視の選考を実施しています。2つ目は、民間企業の多くが取り入れている総合適性検査 SPI3 を筆記試験に導入し、公務員試験対策が不要な試験区分を新設していることです。3つ目は、公務員試験対策が不要な行政事務 B 社会人経験者の試験区分において、遠方からの受験者が受験しやすいよう、面接試験に動画を使った録画面接やウェブ面接を導入していることです。受験者にとっては公務員試験の勉強時間を確保することが難しいことや、宇和島市外に住んでいて新型コロナウイルスの影響で試験会場の宇和島市まで何度も行くことができないという問題があります。そこで県外へ進学した学生や働きながら U ターン就職を検討している方にとっても受験しやすい採用試験を実施しておりますので、宇和島市で働きたいという多くの方にチャレンジしていただけることを期待しています。公務員試験というと試験が難しいという印象がありましたが、動画やウェブ面接の活用などオンラインでの面接試験も導入されていて受験しやすくなっているのですね。実際に採用試験の受験申し込みはどのようにすればよいですか。はい、宇和島市が取り組んでいる行政運営の効率化や行政サービスの向上に向けたデジタル化の取り組みの一環として、令和3年度から職員採用試験の申し込みをインターネットによる電子申請で受け付けることにしました。パソコン、スマートフォンから受験申し込みをすることができますので、詳しくは宇和島市のホームページをご覧ください。中島さん、ありがとうございました。では続いて、実際に宇和島市の若手職員からお話を伺ってみたいと思います。入庁3年目の財政課田中さん、入庁2年目の水道局給水課土井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお二人はどうして宇和島市役所で働くことを志望されたのですか。はい、私は学生時代に全国高校駅伝に出場し、宇和島市の皆様から多大なるご支援とご協力をいただきました。その市民の皆様の温かさに心を打たれたことがきっかけです。
宇和島市の役に立つことがしたい、市民の力になりたいと思い志望しました。私は平成30年豪雨災害をはじめ、近年宇和島市に自然災害が頻発していることもあって、地元を災害に負けない強い町にしたいと考え志望しました。お二人とも宇和島市のために働きたいという思いで志望されたんですね。現在はどのような仕事を担当されているんでしょうか。はい、私は宇和島市の予算の管理や記載関係用務を担当しています。記載関係用務は市の事業を行うのに必要な資金を確保するための仕事です。主に記載計画書の作成や資金借り入れ手続き、県や財務事務所などとやり取りをしながら宇和島市の財布の管理に携わっています。私は水道管の工事設計、監督、計画などを担当しています。私たちの生活に必要な水に関わるため責任を感じますが、市民の皆さんへ安心安全な水を供給する仕事をしているという意識を持って、作業を一つ一つを丁寧に行うことを日々心がけています。やりがいを持って仕事に取り組んでいる姿がとても輝いていますね。これから宇和島市を志望する方に対して何かメッセージはありますか。はい、地元のために誰かのために働きたい、そう思える温かい人々がいて素晴らしい場所があることが宇和島の魅力だと思います。大好きな宇和島市に貢献できるよう、宇和島市を一緒に盛り上げていきましょう。私は宇和島の人が温かいところが好きです。社会人になって今までより人との関わりが増えたこともあり、改めて温かさを感じました。また南予の穏やかな自然に囲まれて育った、美味しい食べ物がたくさんあることも宇和島市の魅力です。都会にはない田舎の自然豊かな環境で、あなたの知識や経験を宇和島市で生かしていきましょう。田中さん、土井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実際に働いている若手職員のお話を聞いて、受験される方が増えると嬉しいですね。それでは職員採用試験を受験して採用されるまで、具体的にどのようなスケジュールになっているんでしょうか。はい、今年度の職員採用試験は試験区分に応じて第3期募集まで実施することを計画しています。一番受験者が多い大学卒業から30歳までの方を対象者とする第2期募集の採用スケジュールは次の通りです。従来の公務員試験を実施する行政事務 A や保健師、土木技師などの専門職を募集する予定です。5月中旬に募集案内、5月下旬から6月中旬までの約3週間を受験申し込み期間、7月に第1次試験、8月上旬に第2次試験、8月下旬に合格発表という流れで実施します。公務員試験対策が不要な行政事務 B を募集する第1期募集は4月初旬に募集を行い、第1次試験から第3次試験まで実施し、7月上旬に合格発表という流れです。保育士志望の方や高校を卒業した方を主な受験者とする第3期募集については秋ごろに実施し、募集時期が異なる以外は受験案内から第1次、第2次試験、合格発表まで第2期募集と同様の流れとなっています。なお、民間企業等で社会人経験のある方の募集は第1期で募集しております。もし採用予定者に達しない場合は追加募集をすることもあります。採用試験に合格した受験者は採用候補者名簿に記載され、名簿に記載された人の中から翌年4月1日に宇和島市職員として採用されます。最後に宇和島市役所を志望される受験者の方にメッセージはありますか。宇和島市では市民目線で共に宇和島市の未来を考え行動することのできる明るく素直な人材を求めています。真珠や柑橘など全国に誇る農林水産物を持ち、
伊達文化が根付く心交わうところ宇和島であなたのやる気を生かしてみませんか。宇和島市を明るく住みやすい場所にしてくれる多くの方から応募があるといいですね。今回は宇和島市の職員採用について総務課人事係中島さんにお話を伺いました。中島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。宇和島市ではふるさと宇和島から離れて暮らす大学生等に応援の気持ちとして宇和島の特産品を詰めたふるさと小包を送付します。送付対象者は市外の大学、大学院、短期大学、高等専門学校の4年生以上、専修学校の専門課程に在学している大学生等です。その他、通信教育課程に在学している大学生等についても、居住実態が市外にあれば対象となる場合があります。送付回数は第1便、第2便、第3便の最大3回です。申請期限は第1便が7月31日までとなっており、第1便の申請者に対しては引き続き第2便、第3便も送付します。申請者は原則大学生等を扶養している保護者です。申請はインターネットまたは郵送で受け付けています。インターネット申請であれば宇和島市未来つながる宇和島プロジェクトの各種 SNS にご登録いただくと、スマホ等から簡単に申請できます。郵送での申請お問い合わせは郵便番号 798-8601 宇和島市あけぼの町1番地宇和島市役所企画課移住定住推進室ふるさと小包担当までお願いします。電話番号は 0895-49-7105 です。